皆さんこんにちは、森山ジョージです。いかがお過ごしですか？今日もね、この株をねドレスアップしていきます。で、今日は何をするかっていうと、これです。この辺テールランプとかこのウィンカーランプ、この辺をカスタムします。と言ってもパーツを変えるのではなくて、これ何かというと染めていきます。意味わかります？これを、このプラスチックを染めていきます、この手順も踏まえて、これ要はね、なんだろうな、スモーク塗装みたいな形で、ちょっと暗い感じにしようと。結構僕のカブ汚く乗りたいんで、このね、明るい着ると結構浮くんですよ。なので、このテールランプとか、ウィンカーランプ、前も含めてね、これを染めていきます。今からね、そのやり方も含めてご紹介しますので、ご覧ください。はい。それで、ね、このテールランプとかウィンカーランプ、これ染めるにもまず一回ね、ばらさないといけないと思いますね。で、テールランプの外し方はほんと簡単で、ここ、プラスドライバー、これ2個で止まってるだけ。これをまず外していきますね。はい。こんな感じで、外れました。ね。プラスドライバー、ここ2個外すだけです。で、次、テールランプなんですけども、これは、ここね、一見するとこう見えないんですよ。何もね、プラスドライバーないじゃないかって思うんですけど、実はね、この下、ここのね、下、ここですね。この下にありますので、これも外していきます。はい、こんな感じになります。で、これをさらに外すにはどうしたらいいんだ？こんな感じでソケットを外せば外れますね。これごと染めちゃいましょう。はい。で、反対側のも外していきますね。はい。今テールランプですね。ここ、ここはプラスドライバー2本と、ここ下ね、ここもプラスドライバー、この下です。下外すとこんな状態になるんで、あとはこの電球の底、ここね、ここも無理やりポリ、これゴムになってるんで外せます。で、この外れた3つと前のフロントもね、踏まえて、これを染めていきますね。で、次前も外さなきゃいけないので、今から前外します。はい。それで、フロント部分のこのウィンカーランプも、同じくね、この下にプラスのね、ネジがありますので、これも取っていく。これね、ソケットだけ。さっきと同じように、こういうふうに取ります。で、反対側も同じように。はい。それで、どれだ？この辺か。全部取りました。ね。この辺全部。フロントとバックと全部取りました。ね。で、ここで何を使って染めるかっていうと、これなんですよ。じゃーん！ SDM。これはね、樹脂を染める、染め剤っていうのかな。薬品なんですけども、これでやります。よくね、スプレーでね、スモーク塗装やる人いるんですけど、あれね、スプレーってやっぱ難しくて、こうやりすぎちゃったりとか、真っ黒になっちゃったりとか、僕の場合はね、真っ黒にしたくないんですよ。ちょっとくすんだ感じにしたい。なので、真っ黒にやりすぎると、すごいやんちゃ感が出てしまうんで、めちゃくちゃかっこ悪い。なので、これで、うまく染めていきます。で、何が必要かっていうと、はい、皆さんどこのご家庭にもありますね。これバケツです。はい。今からちょっとやり方を説明しますね。はい。じゃあ、説明しますね。このね、さっき紹介したこの SDN のと、あとこれぬるま湯を用意してください。60度から70度ぐらいのぬるま湯を用意してもらって、だいたいね、これ1対お湯20ぐらいって、なんか調べたらそう書いてありましたね。で、これをもうここにジョバジョバと入れましょう。第20のこんなもんかな。それでよく混ぜる。あっちちょっと熱かったな。よーく混ぜて、よいしょよいしょよいしょ、よく混ぜてください。僕はちょっとお湯沸かしすぎちゃって、熱々です。
もうちょっと冷ましてみます。全然僕の場合60度から70度じゃなかったんで、でこれをもう単純にもう入れていく、ほらーって入れていく、ここに行きますけど、よいしょ、沈めちゃう、よいしょ、熱い、ぬるま湯にしてくださいね皆さん、僕は失敗ですよ、よいしょ、沈めちゃう、でこれも沈めちゃいましょう、よいしょ、はい、この感じで、説明書だと、だいたい説明書っていうこの裏に書いてあるんですけど、だいたい3分から5分って書いてありますね。そのぐらい置いてみましょうかね。はい、僕はだいたい5分から10分ぐらい置きました。うん、要は SDN を入れる配、ね、配分によって色の濃さって変わってくると思うんですけど、僕はだいたい1対20って書いてあった時に結構入れちゃったかもしれない。で、こんな感じですね。こう、わかりますかね。いい感じかな。スプレーとかで塗ると真っ黒になっちゃったりするんで、すごい格好悪い。で、テールランプ。もともとここがクリアなんですよ。それがこの、要はこのぐらい染まったってことなんですね。色がついてるから、多少暗く見えるんですけど、こんな感じです。すごいいい感じだね。こんな感じかな。で、これを今からね、つけていきます。はい。今取り付けました。取り付けるとこんな感じ。めちゃくちゃかっこいいね。すげえかっこいい、うん。真っ黒にしすぎるとやんちゃすぎるんで、すごい良くない。なので、くすんでる感じ、にしたいと思います。まあ、ナンバーとかもね、こうサビ塗装とかしてるんで、まあ、それに合わせて。僕のバイクは綺麗に乗りたくないんで、こう、あえてサビ塗装とか汚くしてるんで、ピカピカとかね、結構クリアな色がすごい目立っちゃうので、こういう風にくすんで、より使用感を出すっていう感じかな。こんな感じ。うん、今ちょっと、輪郭つけてみますか。よいしょ。こんな感じ。もちろんウィンカーはちゃんとつきますね。うん。ちょっとフットブレーキ踏んでもらおう。そう、それ踏んで。うん、ブレーキもちゃんとね。交通安全上は全く問題ないかなと思います。はい。こんな感じです。はい。フロントがこんな感じです。はい。フロントもウィンカーつけるとこんな感じ。ちゃんとね、黄色くはなりますから、交通安全上も大丈夫だと思います。いいね。いい感じだね。うん。はい。全体映すとこんな感じです。すげえいい感じですね。ああ、メッキのピカピカとかクリアな感じはほんといらないんで、めちゃくちゃかっこよくなりました。トーンがね、ちょっと下がって。ですね、前回の動画でも、チェーンカバーを外して、反対側ですけども、そのシルエットもすごいかっこよく、無骨な感じがして、はい。めちゃくちゃかっこいいですね。はい、今日はね、このね、テールランプと、このウィンカーランプ、前もね、含めて、スプレーの塗装ではなくて樹脂の塗装ということでこの SDM を使いました。これすると本当ムラがなくて自然な感じでかなり綺麗に染まるので、しかもこれいくらだったかな、1500円とかそのぐらいで売ってますので、 Amazon とか普通に売ってます、1000円とかそのぐらいで。なのでお手軽にね、塗れさ、本当にお湯あればぬるま湯があればできちゃうので、ね、そこにつけとくだけでできちゃうので、もうかなりですね、すごいイメージも変わって、まあね、どういうカスタムスタイルを目指しているかにもよると思うんですけど、かなり。でもやりすぎるは厳禁ですよ。やりすぎるとかなりやんちゃになっちゃうので、やりすぎない、適度にやるっていうね、ことをやった方がいいと思います。はい。これ SD、これおすすめですね。はい。今日はカスタム動画以上になります。ありがとうございました。